映画『紅雀』主演の成田凌です。脚本を読んで、あ、僕はまずこの松井さんからこう話があったって時点で割と上がってたんですけど、脚本を読んでもうさすがとしか言いようがないというか、松井さん独特のやっぱこう最初から緊張感を持たせるあの脚本というか、なんかふざけてる最中もやっぱり緊張感があるというか、で最後にすごい仕掛けがあったので、わ、これはすごいなと思って、もうすぐ松井さんにの当時やってた舞台見に行って挨拶に行かせていただいたのを覚えてますね。すごいすごい、あの6人のね、最高でした。なんかもう毎日会いたい気持ちでしたし、なんか昨日もなんかちょっと LINE のグループのやり取りしてたんですけど、ちょこちょろっとですけど、いや、なんか一瞬で青春を取り戻す感じというか、なんかたまに前田敦子さんとかいらした時とか遠くで眺めてるの見て、どう思われてんだろうなみたいな、ガキがみたいな思われてんだろうなみたいな、その感覚も含めてなんかこうバカだなとかいう、なんか当時の青春のをぶり返すあの感覚は結構たまらなかったですね。なんか戻っちゃうんですよね、やっぱりみんなで会うとね。なんかでもちょっと緊張するみたいな、なんかこう夏休み後の初日みたいな、9月1日みたいな感覚ですよ、やっぱ会うと。いいですよ、なんかニヤニヤしちゃいました。なんか心の中でガッツポーズをしてしまったし、まあ、最初の消防士車があった時になかなかみんなが帰らない姿を見て嬉しかったですね。なんかちょっとでもこの映画について喋りたい人がここみんな同じ気持ちなんだっていうのがすごく感じて、すごい嬉しかったですね。戸田さんと初めてお会いした時に、映画見たでって言ってくれて、何のですかって言ったら、くれなずめだって言ってくれて、あ、ありがとうございますって言って、そしたらトータスさんが、いや、どんな曲がいいと思うって言ったんですよ。最高の返事だなと思って、松井さんがお手紙書いたっていうのも知ってたし、その初めて松井さんと会った次の次の日ぐらい飲みって、5時間ぐらい2人ずっと話したんですけど、いや、ウルフルスがいいよね、ねみたいな、バカなふりして聞いてみたらどうですかみたいな話をしてて、で、じゃあもうやっぱそのやっぱ松井さんの文章力がさすがだったのが、いや、監督さんからお手紙いただいて、ただそのちゃんとしたオファーなのかどうかが分からなくて、どうしようかな、どうしたらいいかなって言ってきたので、戸田さんが、いや、やってくれるんですかみたいな、すぐ松井さん、え、マジみたいな、いや、だからすごいおしゃれな返事をしてくださって、めちゃくちゃテンション上がってて、ずっと楽しみにしてました。体になんか染み込みながら響ききった感じというか、いや、なんかもう最初の1音目でうわーって思いましたね。これが映画で終わった後、まあ、あのエンドロールというか曲主題歌流れる時、あの風景にここから入るかってなったら、ちょっと食らっちゃいましたね。いや、すごい鳥肌立ちました本当。映画「くれなずめ」どういう意味か分からないと思いますけど、僕も分かんなかったんですけど、そのまあそうですね、こんないろんな人生の狭間の時間っていう、なんかいろんなちょっとした短い時間に詰められたこのなんともバカな6人の青春を取り戻した、あの何とも言えない時間をバカだなと思いながら楽しんでもらいたいと同時に、最後にね、面白い仕掛けもありますし、主題歌いいし、このね、出てくる人たちがほんとちょっとしか出てない人たちがものすごい豪華で最高な瞬間を与えてくれるし、やっぱ何よりね、この常に一緒にいる6人が、なんか、バカやりながら、すごい緊張感を持ちながらバカやる、あの面白さってどう表現したいか分かんないですけど、まあなんかね、
自分の出てる作品、こんなことあんま言うの好きじゃないですけど、期待しててもらっていいと思いますので。